トルバドゥールは中世の奥五条城市の詩人、作曲家、歌手のこと。リムーザン、ギュイエンヌ、プロヴァンス、さらにカタルーニャ、アラゴン王国、ガリシア、イタリアで活躍した。女性のトルバドゥールはトロバイリッツと呼ばれる。トルバドゥールは12世紀後半になると北フランスのトルベールとドイツ側でミンネザングを歌うミンネゼンガーとして拡散した。彼らの詩の多くは 騎士道と宮廷の愛をテーマにしたものであった。特に結婚した恋人を思う真実の愛の歌が有名である。これらの中世女上歌も騎士階級の没落と共に衰退することになった。トルバドゥールという語とその道語族の語の起源については意見が分かれている。英語のトルバドゥールはオック語のトロボ道が古フランス語経由で入ってきたものであるが、オック語のトロボ道は 展開、方法を意味するギリシャ語のタウローパイに由来する俗ラテン語のトロペアから派生した動詞トラバーの名詞相当語句である主格トロベールの社格であるという説がある。ラテン語のルーツとしては他にもターボレイが考えられる。トラバーは現代フランス語のトルーベイと語源が同じである。フランス語のトルーベイは社格のトルーベアあるいはトルーバーの代わりに 主格のトルーベルになり、フランス語は、オック語の社格を取り込み、そこから英語に入り込んだ。トラバーのオック語の一般的な意味は、発明する、または、組み立てるで、それが普通に翻訳された。こうしてトルバドゥールは作品を作り、一方でジョグラーはそうした歌を演奏するのみだった。この説は、アカデミー・フランセーズ、ラルース大百科事典、プティ・ロベールによって支持されている。 ギリシャ語、ラテン語、オック語、フランス語、英語という仮説がトルバドゥールの詩の起源をラテンの古典形式あるいは中世のラテン語典礼に見出す。例えば、ピーター・ドラオンク・やレ・トベソラといった多くの人々に支持されていることは特に驚くことでもない。ラテン語起源説ほど伝統的とは言えず、かつポピュラーでもないもう一つのトラバーの語源説がある。 この説を支持しているのはマリア・ロサメノカルなどトルバドゥールの起源はアラビア語のアルアンダルスの音楽の中にあるという意見を持っている研究家たちである。彼女、彼らによるとアラビア語のタラブがトラバーの語源であるという。この説を支持する何人かは文化的な背景から見て両方の語源とも正しく。 愛をテーマとするスーフィズムの宗教的音楽形式が南フランスのアルアンダルスから最初に外国に伝わった時トラバーとアラビア語の三神語根 TRB の間にある音韻論的な一致の意識的かつ指摘な利用があったのではないかと主張するさらに見つける音楽愛情熱といった概念はスーフィズムの音楽議論で重要な役割を務めトルバドールという語は一部が その繁栄かもしれない、アラビア語の単一の語根と結びついている。音楽学者のフリードリヒ・ゲンリヒは、トルバドゥールとトルベールの世俗叙情化の形式をの4つに分類しているが、トルバドゥールの時代はこのうち、参加型や、より単純な融雪形式が用いられた。この参加型には、次の形式がある。AB、J イター、パート1、AB、ウルリヒ・ミヒエルス編。 図解音楽辞典日本語版監修角倉一郎 P193 ありがとうございます